ただいまご紹介に預かりましたあの楽天の吉岡と申します。よろしくお願いします。ですね、これはあそうですね、今日はですね、あのオープンソースをそのインターネットの会社で、使っているということと、あとそのハッカー文化みたいなことを、お話しできればなというふうに思っております。あ、これじゃないか、ここですね。で、自己紹介なんですが、私あの、楽天というところで、あの技術理事をやって、おります。それで、あのその前の前職はですね、 Linux の会社にいたので、まあ、なんていうんですかね、ベンダーとしてこうオープンソースを、アドボケートする立場だったんですが、まあ、今はその OSS を使う側の立場として、今日はお話しできればなというふうに思っております。で、皆さんご承知かとは思うんですけど、ちょっと、弊社の概要をお話しさせていただくと、1997年にですね、今から十数年ぐらい前にあの楽天市場というそのサービスをローンチして、今ではですね、あの EC だけじゃなくて、例えば、クレジットカードとか、あるいは例えば、銀行とか証券とか、まあ、金融関係ですね、それ以外にもトラベルとか、あるいは、e-book 電子書籍、それから、野球団、等々ですね、インターネットに、まつわるさまざまなビジネスをしております。で、そのユーザー規模なんですが、会員数で大体8000万ぐらい、それから、ユニークな、バイヤーがですね、3ヶ月のユニークなユーザーで、1300万人ぐらい、のその規模を持ってます。それから楽天市場の、店舗数なんですが、4万店を超える店舗数で、1年のですね、弊社のトランザクションの、合計がですね、流通総額というふうに言ってるんですが、年間4兆円を超えるそのインターネット上でのいろいろな取引が、行われております。で、おかげさまでですね、楽天イーグルス今年、優勝しましてですね、9年前に、球団ができた時はですね、アマチュアの野球団より弱いんじゃないかぐらいのことを言われてまして、まあ、今年は、まあ、奇跡的に、優勝しまして、それで、優勝記念セールっていうのを、まあ、やったわけなんですね。で、そのスーパーセールを、2年ぐらい前からいわゆるその、特売みたいのをインターネットの市場でやってたんですが、2年前に初めてスーパーセールをやったときに、弊社のですね、システム、通常の10倍ぐらいのトラフィックが来てですね、つながりにくくなったっていう、状況がありまして、まあ、お客様にいろいろご迷惑をおかけしたんですが、まあ、それ以来、まあ、3ヶ月に1回ぐらいそのスーパーセールっていうのを繰り返して、その現場で、学びながらですね、少しずつそのボトルネックをいろいろフィックスしていったということで、今回の、日本一の、セールの時はですね、この中でもその、利用されたお客様いらっしゃるかもとは思うんですが、特に、大きなですね、なんていうんですかね、システム上のトラブルもなく、優勝セールができたというような、感じでございます。それで、オープンソースのお話をちょっと、簡単にですね、させていただければと思うんですが、皆さんご承知の通り、ソフトウェアっていうのが産業になる前は、まあ、パブリックドメインとか、あるいは、まあ、自由にですね、ソースコードをこう、研究者の中で流通させていたっていうのは、当然あったかとは思います。で、その中で、商用ソフトウェア その産業ができて、1980年ぐらいにはですね、GNU プロジェクトが、でき始めて、
ネットスケープが1998年に例えば、オープンソース、ソースコードを公開したと。で、その時にオープンソースソフトウェアという言葉が、同時に生まれたっていう、まあ、こういう歴史的な経緯があるかと思います。でその中で、フリーソフトウェアというその概念がですね、ソフトウェアを利用することとか変更することとかあるいは、それを再、配布するというこういうその権利を付与させるというそのフリーソフトウェアの概念が広く知られるようになってきて、その中でも、コピーレフトいわゆる、ソースコードを公開することをその要求するような、オープンソースの一つとパミッシブと呼ばれるもう少しその、緩い形でのライセンス体系に今、徐々にですね、なってきたんじゃないかなというふうに思っております。で、コピーレフトの、ライセンスに関しては代表的なこと、ところで言うと、GNU GPL あるいは AGPL それからパミッシブですと MIT、Apache BSD というのが、まあ、代表的なあのライセンスに、なっているのではないかなと。それで、なんで OSS を使うかで、まあ、10年ぐらい前だとそのオープンソースっていうのが、理解されてない時代にはですねいろいろ誤解があって例えばコストが安いとか例えばその自由に利用できるとか、まあ、いろいろなその利用に関するところに、十分な理解がないときは、まあ、そういうその理解のされ方をしていたわけですが、まあ、昨今さすがにオープンソースが広く利用されてくることによってその実際の利用に関する理解が徐々にですね深まってきたんじゃないかなと。でそれはですね一つは例えばイノベーションを加速する、ツールとして使うとかあるいはその柔軟性フレキシビリティがあるから使うとかあるいはオープンソースの方がプロプライタリーなソフトウェアよりもはるかにクオリティが高いから使うというそういう方向に来たのではないかなと思います。で特にですねそのイノベーションということに関して言うと弊社の場合もそのインターネットの上でビジネスをしてますからいかに新しいサービスをその素早くアジリティ高く提供するかっていうのが絶対的な市場命令になってるわけですがそれがそのプロプライタリーの製品ではもはや提供をするされるのが非常に難しい、ということで、インターネットの会社ではそのプロプライタリーのソフトウェアをそのコアのところに置くっていうことはもうほとんどなくなっている状況があります。でそうなるとその OSS をいかにそのビジネスの根幹に据えるかっていうのが本質的な経営的な課題になるのかななんていうふうに思います。で、これ、ブラックダックさんのサイトから引用させていただいたんですがどういうそのライセンスが、ポピュラーかっていうと一番多いのはやっぱり、GNU GPL バージョン2それからアパッチライセンスの2、それから、GPL のバージョン3、MIT 等々こういう形で、まあ、代表的な、ライセンスが使われているっていうことかと思います。だからトップ3、トップ4ぐらいでだいたい 60%、70% ぐらいがこういう代表的な OSS のライセンスになっています。で一方でですね最近、GitHub のような、ソースコードを、共有するサービスが広く使われるようになって、自由に、使えるという前提で GitHub がポピュラーになっているわけですが2012年頃の、報道によるとその GitHub の多くのプロジェクトがですね明示的なライセンスを持っていないと明示的なライセンスを持っていないとそれはどういうことかっていうと明示的なライセンスがないと、その利用が原著作者のですね意思によって、まあ、決めるわけなんですけどそれが分かんないんで厳密にはですね自由に利用できないと
まあ、そういう状況が、あったわけですね。で、それに対して、コミュニティ側としてはですね、もっともっとその現地著作者の方にですね、明示的にライセンスをデクレアしようと、宣言しようというキャンペーンを張って、このチューザーライセンス .com っていう、ところですね、ライセンスを選ぶのは難しいことじゃないよと、ライセンスを決めることは恐怖を与えるようなことではないよっていうようなキャンペーンを張って、これ3つぐらい、このページを見るとですね書いてあります。それで例えば、まあ、シンプルに行きたいんだったら MIT ライセンスがいいよと、パテントのことをちょっと考えるんだったらアパッチライセンスにすればいいよ、それから、多くの人に使ってもらってその、コラボレーションをするときは GPL がいいよと、ソースコードをこうみんなで、共有してっていう、まあ、この3つぐらい、ざっくり、例示、してますね。で そこで、この3つのうちどれか選ぶといいよと、これに当てはまらなかったらば、まあ、ここら辺をクリックするともう少し他の、ライセンスが選べるようになっていると。で結局その OSS のライセンスを選ぶというのは、まあ、どういうことかっていうと、そこのライセンスの中にそのどういうコラボレーションのモデルをその最初のオーサーはですね、頭の中に描いているかと、それがそのコラボレーションのライセンスを選ぶことによるコラボレーションのモデルの、まあ、決定みたいなことですね。で昔はオープンソースの文化が十分に理解されてないときはそのフリーライダーをどうやって排除して、まあ、一人だけズルをして成果を持っていくかっていうところにその割と中心があったと。それが、まあ、共有地の悲劇、トラジティー・オブ・ザ・コモンズっていうふうに呼ばれていることかと思うんですけど、みんなが勝手に共有の場所に、入ってですねその成果を取ってたらばすぐ貧しくなっちゃうから、そうじゃなくて共有地はみんなで育てるんだというその考えでいけばその共有地の悲劇というのは起こらないよっていうところですね。でどっちが得かっていうと、そのみんなで協力した方が得だっていうことをそこにいるコミュニティの人たちが理解し始めて、少しずつですねその組織としてその、フリーライドするよりもですね協力した方が得だっていうようなところが、OSS のライセンスにも反映されてるんじゃないかなというふうに、最近思ってます。でもう一度この、図を見ていただいて、これがどういうふうに変わっているのかっていうところがポイントで、GPL が一番多いっていうのは、まあ、そんなに変わってないですね、まあ5年ぐらい前だと7割ぐらいが GPL ですと。でそれが徐々にですね、まあ去年ぐらいだと5割とか6割とか、この傾向は何かっていうと、パミッシブなライセンスが徐々に増えていると。つまり GPL 的な強制力のあるライセンスじゃなくても実はみんなが協力を始めているっていうのが、この少なくともこの絵からこの傾向から言えるんじゃないかなと、私は思います。でその OSS の、典型的なコミュニティ、は、まあ、その OSS 作ったそのカリスマがいて、コミッターがいて、コントリビューターがいて、カジュアルなユーザーがいると。まあ、ここは Linux の場合だと、先ほどの絵で言うとメインテナー、になるんですかね。でここが、先ほどの、グレッグのお話によると、デベロッパーですか。でこう、まあ、こういう、ピラミッド構造になってて、先ほどの話で言うと Linux だと数百人、
コミットだけで700人っていうようなことをおっしゃってましてね。でここはまあ100、このカリスマはまあ1人なんですけど、まあ、そういうような構造になっていると。 Ruby、 日本のその Ruby なんかもコントリビューターがまあ100人近く、なっていますね。で同様にですね、それをですね似たようなプロジェクトで見てみると、オープンスタックとかクラウドスタックとか、カルピタスとか を見てみると、その違いが、そのコミュニティの違いが、その活性度の違い になってきてて、オープンスタックなんかアパッチライセンスでパミッシブなそのライセンスを使って、GPLv3、とこうコミュニティ その活性度が、まあ、若干違うところがあるかなと。で見てみるとですね、オープンスタックが面白いのは、2010年、まあ、同じぐらいに、来た、このコントリビューターの数ですよね。1000人超えるコントリビューターが、ここにジョインしていると。ですので、GPL のような非常に、強いライセンスじゃなくても積極的に、コミュニティの人たちが、参加しつつあるというのはここ数年の、一つの傾向なのかななんていうふうに思います。そうですね。で、まあ、ハッカー文化の話をあと、残り数分でしたいんですが、この、スティーブン・レビーの、ハッカーズというのが、ずいぶん前に書かれて、そこにハッカー倫理のですね、共通する考え方、行動原理が、書いてあります。例えば情報を共有することとか公開することとか、あるいは分散することとか、コンピューターに対する、自由なアクセスとか、世界を良くすることだというようなことが書いてありますね。でこれもグーテンベルグ、グーテン、バーグ、プロジェクトの中に自由に、アクセスできるバージョンがあるんで、ぜひ、見ていただきたいんですが、基本的にはですね、すべての情報が、なんだ、自由だとか、あるいはアクセス、コンピューターに対するアクセスは、アンリミテッドでトータルなものだとか、なんかこんなようなことを書いたんですね。で、Facebook の IPO の時、そのハッカーウェイっていうのが、その目論見書に書いてあって、まあ、ある種、その株式を公開する時の、公式文書に、Facebook という会社は議論よりも行動だと、動く行動だとか、あるいは、継続的な改善とか、イタレーション、繰り返しですね、それとかオープンとで、メリットクラティックっていうのは実力主義だとか、まあ、こういうことを会社の、動作原理にしていると。で、まあ、Web 2.0 の時、その従来型の、その、なんていうんですかね、インダストリーと違うのは、例えばソフトウェアのリリースがない、ソフトウェアのリリースがないっていうところですね。で、Just Continue as Improvement とか、まあ、ひたすら改善をしていくという、ところとか、まあ、OSS を普通に使っている。とか、まあ、そういう、あれですよね。で、まあ、弊社の場合もですね、OSS というのはまあどこでもあって、これ当たり前に、なってるんで、当たり前のことをその明示的に表現するのってすごい難しいなと。今回発表の資料を、ね、作りながら思ってたんですけど、まあ、とはいうものの、現場の人たちに
その OSS をどう使うかということに関してはガイドラインを作って、その OSS コミュニティとのコラボレーションのマニュアルとか、あるいは社内トレーニングをしてですね、コミュニティとどういうふうに付き合っていくかっていうようなことをやってたりとか、あるいは社内で作った KVS とかファイルシステムをオープンソースの形にして、まあ外に出すとかっていうことをやってたりします。あと、まあ、知財の人たちと、会話するときに、そのパテントとかコピーライトとオープンソースをどういうふうにその社内で考えるべきかなんていうのを、やるわけですが、その、まあ、システムっていうかアーキテクチャは全然違うんですけど、その目的とするところが、まあ、社会にどうやって貢献するか、ビジネスにどうやって貢献するかっていうところなんで、その目的をですね間違わないで、OSS を使っていきましょうなんていう議論をしています。でそうじゃないと、よくある、議論が、コンプライアンスっていう言葉だけ、をその強調しちゃうとですね、コミュニティへの貢献とかそういう話じゃなくて、いかにしてリスクを下げるかっていうところに、行っちゃいますので、どうやってそのビジネスに、プラスになるかっていうようなところを、いわゆるその知財の人とかホームの人たち と、議論しながらガイドラインをメンテインしているというところになります。で、ちょっともう時間がなくなっちゃったんですが、まあ、結局のところイノベーションの源泉は社内にあるんじゃなくて社外にあると。で、コラボレーションのモデルとして、いかにしてその社外の人たちとコラボレーションしていくっていうのがそのOSS の本質なのかなというふうに思っております。で、まあ、日本ではですね IT 系の勉強会とかカンファレンスが、まあ、盛んにやられているというような、ことをあれしました。で、まあ、最後になるんですが、ウェブのその業界においてはインターネットの業界においてはですね、このようなその勉強会とかセミナーとかワークショップとかでエンジニア同士はこう緩くつながっていてですね、特に OSS のユーザーは非常に緩くつながっていると。でその中でその今言ったような価値観を、まあ、共有しています。ということで、まあ、オープンソースのコミュニティっていうのがオープンイノベーションのエンジンになっているんじゃないかなというふうに、強く思っております。で、まあ、最後なんですけど、ですね、まあ、ハッカーになってですね、その世界をもう少し、いいところにしたいななんていうふうに思っております。以上です。どうもご清聴ありがとうございました。